は皆様、こんばんは。もっちゃん生誕祭、もうやばい、ギリギリだった。20分しかないわ。ちょっとお腹すいちゃった。今日の髪型、これはもつこが決めてくれた。変なお下げ、ユウもね、ちょっとお下げ気に入った。ちょっといい感じだったよね。その髪型いろんなのやるにやってて、まだ三つ編みしてないなと思いまして、でそれでこのそのお昼にいたやってた編み込みをそのままこうくるんくるんってやってまとめ髪にしました。もっちゃんっていい子がにじみ出てるでしょ。そうなんだよ。もっちゃん元になって呼んでくれる。そう、呼んでくれますね。でさ、全然今言うことじゃないかもしれないんだけどさ、明日配信お休みしていいですか？やってほしいですか？何が何でも。全然やろうと思えばできるんだけど。
どうですか？皆さんもしっかり休んでくださいね。今12枚あるから、明日はもう本当に何も考えず、休んでみようかな。そう、なんかさ、15分とかだったらもう全然できちゃうんよね、私。なんかちょっと本当に毎日配信やりすぎてるから、15分だったらやっちゃえるとか思うんだよ。どうしよう。休みます。じゃあ明日お休みして、じゃあお休みします。はい、お互い離れてみて気がつくこともある。じゃあちょっと、お休みいただきます。6月27日にお休みして、あとずっと休んでなくて、その6月27日の1個前が1月6日なのね。いやもうさ、やばすぎるよね。はい、明日配信お休みします。運気がチケないチケない言ってる中、まあそうだよね、最初の頃は。だってさ、そりゃ675日もやってたらチケットたまるよね。我慢できないって突然配信するのはなし。はい、頑張ります。配信しない。
かな私。そう、配信したくなっちゃうんだよね。なんかやらないとっていう感じになっちゃうの。知らないけどよ。今日はごめんなさい。え、全然いいよ。知ってる、知ってた。もっちゃんとポキのこと、お二人とも応援してくれてるのは知ってた。圧かけちゃっただけ。ごめんね。そう、配信したくなっちゃうんだよね。スマホ触らないは無理だよ。っていうか8月の間に 3日ぐらいお休みしたいんだよね。次のチケットは多分だけど670日で1枚なので、次が700日で1枚もらえるかな多分。700日もあと25日の間に何かもうさ緊張してきた。もう緊張してきたんだけど、明日の配信なしっていうことが。大丈夫かな、なんか急にしたくならないかなって。え、怖い。継続チケットが欲しくて、お休みして依存してんのかな。いや、明日はゆっくりする、絶対に。お休みするともらえるんじゃなくて、上限が10枚なんですけど、もう10枚以上溜まっちゃってて難しいな。30日に1枚継続チケットがもらえるんだけど、もう上限達してるから消費して消費しないと溜まんないんだよね。休む。ね、このさ、休む、明日はお休みしますでさ、今日の配信終わっちゃうんだけど。
でも私は早起きしない明日。早起きだじゃあ早起きだけど我慢する。じゃあみんな頑張って、お仕事。どういう一日を過ごしたかは皆さん後ほどっていうか、その後日お知らせするので、そのだから今日配信もせずに何をしてたかっていうのも報告したくなっちゃうから待っててね。今日声見てて思ったけど、パフォーマンスしてた時もポキちゃん笑顔めっちゃいいよね。ありがとう、やった、嬉しい。改めて生誕祭ありがとうございました。こちらこそ出られて嬉しいです。今日お誕生日の方いた？待って嘘、誰時間が、なんで今だったの。お誕生日おめでとう。雑になっちゃうよ。何歳？30歳。ゼロが好きなんだね。ポキのこと追っかけてるんだね。ポキのことがそんなに好きなんだね。ありがとう。素敵な一年にしてね。おめでとうね。もう遅いよ。なんでだよ。素敵な1年にしてね。ちょっとあの1回男女読ませて。13位かおるこさん、ありがとうございます。12位まこえもさん、ありがとうございます。11位ビルバラさん、ありがとうございます。10位かたやまさん、ありがとうございます。9位まささとうさん、ありがとうございます。8位 DM さん、ありがとうございます。7位音速の貴公子さん、ありがとうございます。6位キットマイライン33サンデー、ありがとうございます。5位太郎さん、ありがとうございます。4位たまおさん、ありがとうございます。3位ゆうじさん、ありがとうございます。2位ゴーちゃんさん、ありがとうございます。1位ヨットさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろうお誕生日おめでとう。お誕生日おめでとう。素敵な一年にしてね。30代途中突入、楽しんでね。じゃあおやすみ、ごきげんよう。そう、余裕あったらお祝いしようと思ってスピーディーにしちゃったから、ごきげんよう、バイバーイ、おやすみー。